はい、こんにちは、峠ドライブです。今日は、早く殺した。はい、今日は9月1日水曜日です。はい、9月に入りまして、あと残りわずか4ヶ月、今年もね。はい、そんなわけで峠ドライブもこの前8月のお盆に、京都、福井、鳥取、島根まで足伸ばしてきたんですけど、あと広島か、広島まで行って、ちょっと観光ドライブをしてきたんですけども、またあの12月になったら、いろいろね、またこれと一緒にね、私の愛車と相棒と一緒に、行ってみたいと思います。前回行ったね、あの四国にまたねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、まだあの四国もあんまり回りきれてないところがあるので、ちょっとねまだ、行こうかなと思ってますけど、そのついでにまあ行けたら念願のね、あの角島大橋行ってみようかなと思うんですけど、あとドライブインの道塩っていうところも行ってみたいんでね、でそこでなんだろう、アサリ汁かな、なんかこんなでっかいね味噌汁、アサリがもうごっそり乗ってるようなね、あのホームページ見てもらうと分かるんだけど、ドライブイン道塩で検索かけると出てくるので、まあそこにお風呂もあるしね、そこでちょっと休憩しながら角島大橋行って、角島灯台のところでキャンプもできるみたいなんで、キャンプして帰ってこうかなと思ってますけどね。また行けてない、ね、あの三平山のアイリスラインも行ってないし、まあいろいろねあるので、まあそういうところもいろいろドライブしながら、あと秋吉台も行ってないからね、それでゆっくり、まあ正月だから時間もあるしね、あの8月の時は3日間で行ったりしてたんで、もうちょっとね、あの天橋立だとか鳥取砂丘だとか、あとはいろんなところ寄ってちょっと時間がねなくなっちゃったので、まあ今度は行きたいなと思ってるので、秋吉台のカルストロードも行きたいしね、あとは UFO ラインはもう11月から4月まで通行止めなので、もうそこは行けないんで、来年の5月にねまたゴールデンウィークの時に行きたいなと思ってますけど、まあいっぺんに行かなくてもね、またあの徐々に行ける時に行けばいいしね、まだ行ってない峠道も四国でいっぱいあるので、そういうところもね、行きたいので、だからまあ今は下方面のね、日本の下方面を走ってますけど、まあ来年以降から徐々にまた上を攻めようかなと思ってますけどね、まだ青森のいわき、津軽いわきスカイラインも走ってないしね、ちょうど時間ギリギリで登れなかった、またちょっと海鮮もんでも食べに行こうかなと思ったんですけど、食べたいと思ったらその地元行って食べた方が美味しいからね、やっぱね、広島のお好み焼き美味しかったね、やっぱね現地で食うとやっぱ東京とか食べてるお好み焼きよりかも全然違うわね、昔だと押して潰すやつが広島のお好み焼きみたいだったんだけど、今は蒸すって形が多いみたいで、野菜の甘みだとかね、なんかすごい美味しかったね、ふわっとしてね、初めて広島本場のね広島行って食べたのが今回初めてだったので、美味しいですね、またね行きたいなと思ってますけど、しかし遠いわ、千葉から広島までは遠かったわ、本当にね、うちの親父も東京から熊本までずっと車で運転してたけど、いやー大変だね、遠くて、こんなに遠いんだと思ってね、
あの山口行くまでがうわ遠いわと思って、ね、これは正月じゃないといけねえなと思ってね、うん、あの1週間以上休みがある日じゃねえと、お盆だと大体5日ぐらいが休みなんで、大体2日ぐらい家でゆっくり休んでいたいから、うん、3日でどうしても行っちゃうんだけど、前回の青森東北も3日間で全部ね外ぐるーっとね回ってね、秋田から山形回ってね行ったからね、あれもきつかったけどね、宮城まで行くのに9時間かかったからね、寝ないで行ったからね、そのままね、ほんでちょこっと30分ぐらい寝たらまたもう外、宮城からぐるっと青森行って、青森から秋田行って、秋田山形福島行ってね、帰ってきたからね、遠かったね、3日間で上は行ったんだけどさ、でも今年も2回ね、この愛車でね、四国やら岡山、あの下の方をね、走ってるけどね、まあエンジンも2回、あの1回交換してるけどね、あ2回か、あの1回オーバーホールしたエンジンが、ちょっとね、駅マニのところでオイル漏れが出ちゃったんで、パッキンとかなんかがダメだったのかな、で、もう1回直してもらって、そのエンジン交換してもらって、新しいのにしてもらって、それからなんて今まだ8000キロぐらいしか走ってないのかな、のエンジンね、でも今調子いいね、でこの前エアコンのコンプレッサー交換して、その前にウォーターポンプ交換して、あとタービンも交換して、まあリビルド品だけどね、ほとんど、まあ、 あの新品がほとんどねもうないからさ、 あるんだろうけど、まあリビルド品の方が安いから、安いしそっちの方がねいいっていう話だったから、そっちにして、まあ、やりました。それからまあ順調かな、遠く行ってもねまだなんともないんで、まあそろそろオイルの交換の時期だから、またねちょっとね点検してもらってまあやりますけど、まあこの車でね軽自動車で日本全国をね旅してますけど、よくねあの知り合いから言われるけど、軽自動車でよく行くよねって言われてますけどね、疲れないって言って、疲れはしないけどね、まあ日本全国このワゴンワールで峠ドライブをしたいと思ってますからね、いやいっぱいあるよね日本には峠がね、本当でもね楽しいね、ワクワクするね、峠だとか林道だとかスカイラインだとかね、あの走ってると本当にね気分もいいしね、嫌なことが忘れられるっていうかね、ほとんどもう今嫌なことだらけだからちょっとスカッとしたいんだけどね、本当に。あと別話になるけど、パソコン話になるけど、 Windows 11が10月の5日にリリースされます。僕のパソコンが Windows 11非対応なんで、もう9年か10年ぐらい使ってんのかな、 i7 の 2660K だけどね、あと GPU もグラフィックもねちょっともう古くなってきちゃったんで、クロード指向のやつ使ってたんで、あの GTX の 560Ti か、それもちょっと GPU がもう動画編集するともう GPU が 100% になっちゃうんだよねもうね、だからちょっと交換しなきゃダメかな、それよりももう新しいパソコン買い替えようかなと思ってたんですけどね、i9 のね、10700かな、わかんないけど、それの CPU が乗った、今の最新のねゲーミングパソコンでも買おうかなと思って、ゲーミングパソコンもねバカになんないからね、性能がいいからね、それがだいたいいくらだったかな、安かったね、20何万ぐらいだから、30万ぐらいのもあったけど20何万ぐらいでいいかなと思って、
イルミネーションついたりね、綺麗なやつ。まあ近々それに変えるけどね。で今使ってるやつは Linux 入れてちょっとね、あのやろうかなと思ってる。そんなわけで、まあパソコン話はいいとして、まあ今年の、また今年に何回か、まあまだね行ってない峠道いっぱいあるんで、まあそこを休みの日にちょっとね1日、まあ2日かかってもいいけど走破してね行きたいなと思ってます。まだね行ってないとこいっぱいありますからね。全部やっちゃうとねつまんないから、少しずつ暇のある時に。まだ動画もね、編集がね、まだ追いついてないんですよ。まだあと20個ぐらい動画撮ったやつがあるんですけど、峠のやつ、峠だとかいろんなとこ行ったやつ。今鳥取砂丘やったり、今天の橋立を動画をね作ったりしてるんですけど、まあ今日にもあげますけど、あとまだいろんな峠道のやつがねまだ残ってるんですよ。道の駅のやつもね動画も残ってるし、いっぱいあるので、まだね、徐々に徐々に上げていきますけど、はい、楽しみに待っててください。で、あとは、まあ、僕のもう一つのね、YouTube アカウントの方で、パソコン関係だとか、スマホ関係の、動画やってますけどね、そっちの方でもまた、ちょっとね、パソコン関係の、あとスマホ関係もちょっとやりたいかな、最近やってないからね、スマホ関係の、動画を上げたいと思ってます、楽しみに待っててください。こんなわけでね、本日の峠ドライブ水曜日動画、本当水曜日動画ってほとんどこういうのやってなかったんだけどさ、楽しいよね。でまた次回ね、正月、また10月、11月頃になったら、またね、どっかね、ちょろちょろ行ってると思うんですけどね、峠をね、それをまた動画を公開したり、あとホームページの方でもね、まだ更新遅れがちなんですけど、ね、まあ少しずつ更新していきますので、また見ていただければと思います。またそのうちね、ミーティング関係も初めてですけど、ちょっとやってみたいなと思ってるので、まだちょっと計画を練って練って練っているんですけどね、やっていきたいと思ってますので、またよろしくお願いいたします。それでは峠ドライブでした。ありがとうございました。